今日までの国内外の情勢変化をどのように捉えているのか。政治への関心が本当に日本の国は低いと思います。本当知らないことばかりでもうめちゃくちゃ勉強になりましたね。意識高いです。そうそんなこと考えてんのみたいな、そういうのをなくしていかないと。こんにちは、広島県議会ダイジェストです。この番組では広島県議会の定例会の様子を定期的にお伝えし、広島県民の生活に深く関わりのある議会の審議について分かりやすくお伝えしていきます。解説には広島県公立大学法人英慶大学の相田義信教授をお迎えしてお話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。そして県民代表として広島ドラゴンフライズの浅山翔吾ヘッドコーチと、広島大学を拠点に活動されている学生団体シードットの江口光さんにもお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。浅山さん、はい、県議会ですけどどうですか、これまで関わり合いとか。いや、なかなか僕は広島に来て9年になるんですけど、普段なかなか県議会に関してですね触れることないので、今日は県民の目線に立って学ばさせていただこうと思っております。よろしくお願いします。お願いします。江口さんは大学生ですよね。はい。県政どうですか。いや、県政って私も関わっていかなきゃいけないものだと思うんですけど、知らないことばっかりなので、いろいろ教えてください。はい、もう一緒に楽しく学んでいきましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。そしてさまざまな県議会情報は TSS の県政担当若木記者に紹介してもらいます。広島県議会では何が話し合われて何が行われているのか分かりやすくご説明していきたいと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ浅山さん、はい、この雰囲気どうです。今日はスタジオ飛び出しています。いや、そうなんですよね。なんか正直県議会っていうと少しなんかこう硬いのかなっていうイメージがあるんですけど、はい、なんかすごくカフェっぽくて、はいはい、素敵な雰囲気の中でなんかすごいいいなと思います。あら、はい、今日はですね気の合う仲間がカフェに集まって話をするイメージで、はい、まあ、それこそ本当に県議会のハードルを下げてどんな活動をされているのか、そして広島県の明るい未来について話していこうと思います。いや、大事ですよね。心のハードルが下がることによってかなり県政のことが身近に感じられますよね。うん、こういうことを通じてより多くの方々に県政に関心を持ってもらいたいですよね。うん、こんな感じで明るい雰囲気でお伝えしていきたいと思います。はい、早速ですが浅山さん、県議会の役割ってご存知ですか。いや、本当なんとなくなんですけど、はい、県議会議員の方のたちが本当にその議案、さまざまな議案を議論しているっていう、それぐらいしかちょっとわからないですね。うん、江口さんは。なんか子育て支援をどうするかとか、はい、橋の建設費がいくらだとか、うん、そういう話し合いをしてるんじゃないですかね。なんかふわっとしかっていう感じですよね。そんな感じです ね。では若木記者、簡単に説明お願いします。はいはい、ではこちらをご覧ください。県議会とは選挙によって選ばれた県議会議員が広島県や県民のためにどんな事業を進めたらよいか話し合って決定するところなんです。そして県議会の主な仕事としては、県知事が考えた事業や施策の内容とそれに必要な予算、事業をするために必要な決まり、条例などが本当に県民にためになるかどうかを調べて話し合って、その事業をするかどうかを議決します。また決定した事業にかかる経費、いわゆる税金が正しく使われているかどうかの決算も調べます。また県民からの要望などを聞いて県の施策に生かしていくという役割もあるんです。例えばですね、交番ができるまでを説明します。はい、まず県民の交番を作ってほしいという要望を受けて、知事が県議会に計画や予算を提案して内容をチェックして交番を作るかどうかを決めます。作ると決まったら県議会で決まった計画や予算をもとに事業を進めて交番が完成するという流れになります。こうして僕たちがこう平穏無事に暮らせてるっていうのは、普段こういった議案を行われているのからなのかなと思いましたね。いろんな議論されてるからこそ出来上がってるものなんですよね。広島県を豊かな住みよい地域社会にするために若木さん、県議会って動いているってことですよね。そうですね。県議会では6月、9月、12月、2月の年に4回、県知事の召集で定例会が開催されます。
また災害などの緊急の事案に県が対応するために早急に予算などが必要なときは臨時会が開催されることがあるんです。一年中休むことなく県民のために動いていますね。そうなんですよね。こういうことが動かないとですね、我々がの生活が常に正常に動いていくっていうことがまあできないっていうことになっていくんですよね。なんかもう本当に何もしないで生活してるだけでは幸せになれないっていうことなのかなと思って、まあ、ぜひ県政とか県議会についてこの番組で学ばせていただきたいなと思いました。はい、ではここから早速6月に行われた定例会についてご紹介します。6月定例会は6月21日から7月2日にかけてご覧の日程で12日間行われました。注目すべきポイントはどういうところでしょうか。一つ目はですね、社会環境の変化に伴う長期計画の見直しということになってきますね。現代社会かなり環境の変化が激しいんで、ここに対してどうやって柔軟に見直しをしていくのかっていうのが不可欠っていうことになってきます。2つ目がですね、これからの産業の活性化にどう対応していくかということになります。産業構造が変化したり、それによって少子化だったり労働力が減少するというこんな問題が出てきているんですね。これに対してどう対応するかということが大切になってきます。3つ目はですね、社会福祉サービスの充実ということになっていくんですね。特にですね、社会的弱者に対する配慮ということが重要になってきますよね。それでは6月定例会で審議された議案をご紹介します。まず補正予算についてお伝えします。令和6年度6月の補正予算は総額1400万円で、埋蔵文化財センターと文書館観音書庫移転整備事業に充てられます。また補正予算以外の主な議案としては、広島県行政機関設置条例の一部を改正する条例や、広島県公安委員会委員の任命の同意についてなどが提出されました。では6月定例会で2日間行われた一般質問をご紹介しましょう。まずは一般質問1日目の6月26日に行われた3名の議員による質問です。1日目の3つの質問内容です。赤文字が注目すべきキーワードとなっています。広島ビジョン、労働力不足、療育手帳です。浅山さん、気になるキーワードはありますか。はい、労働力不足ですかね。人手不足の企業が多いと言われている中、外国人労働者の受け入れをどう考えていくのか、こういった話はよく聞きますよね。はい、ちなみになんですけど、ドラゴンフライズは非常に有能な、外国人選手が揃ってます。そうですよね。もう優勝のキーマンになった選手いっぱいいますもんね。はい、もう彼らのおかげ、みんなで頑張ったんですけどね。はい、もう日本人選手と外国人選手のコンビネーションがすごかったですもんね。いやもうね、本当チーム一丸で掴み取った日本一だと思います。でもそんな浅山さんから外国人労働者という言葉もありましたが、そのあたりにも注目してご覧いただきたいと思います。では一般質問1日目の模様をご覧ください。林議員はご覧の質問のほか、安心、誇り、挑戦、広島ビジョンについて質問しました。人口減少はビジョン策定時から急激に加速しており、その対策が急務となっております。米中の貿易摩擦による深刻な半導体不足や、ロシアによるウクライナへの侵略は国民生活に大きな打撃を与えております。そこで安心、誇り、挑戦、広島ビジョンの策定から今日までの国内外の情勢変化をどのように捉えているのか、またそれを踏まえて安心、誇り、挑戦、広島ビジョンの見直しも検討していくべきでないかと考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。策定から3年が経過する中で、人口減少や少子化はより深刻さを増しております。また世界情勢が不安定化する中で、製造業の国内回帰の機運が高まってきており、ものづくり産業を基幹産業とする本県にとって好機であると認識しております。こうした国内外のさまざまな情勢変化に対し、柔軟かつ適切に対応していくため、これまでの成果と課題も反映させながらビジョンの見直しを行い、基本理念である広島に生まれ育ち住み働いてよかったと心から思える広島県の実現に向けてしっかりと取り組んでまいります。西本議員はご覧の質問のほか、労働力不足対策について質問しました。各企業では労働力の確保に向けて
外国人労働者の長期就労に期待が集まっています。労働力不足への対策として育成就労を創設されることにより、県内企業にどのような影響があると考えておられるのか、また外国人労働者から魅力ある広島県として認知してもらうためにも、国際貢献の観点を盛り込んだ本県独自の施策を打ち出すことも必要ではないかと考えておりますが、ご所見をお伺いいたします。この度創設されました育成就労制度は、一定の要件を満たす場合、本人の意向による転籍が可能となるため、賃金の高い大都市圏への人材流出が懸念されるなど、本県中小企業の人材確保に影響を及ぼすものと認識しております。こうしたことから、特定技能分野への職種等の追加や柔軟な制度運用が図られるよう国に要望してまいります。また日本での就労を通じた技能習得が母国に還元されることで国際貢献にもつながることから、育成就労から特定技能への移行を見据えたキャリアアップに向けて新たな対策を検討してまいりたいと考えております。相沢議員はご覧の質問のほか、療育手帳の判定方法の見直しについて質問しました。療育手帳の交付判定における知能検査の方法について古い方法であると医療関係者は指摘しています。次に、障害の有無及び障害程度の判定者について、脳の機能障害等に関する知識を有する専門医が判断を下すべきと考えます。そして判定基準については、具体的にどのような状況を指すのかが明確でなく、近年の医療の進歩や新たな知見に応じて医療関係者とも連携しながら見直しを行っていく必要があると考えますが、知事のご所見をお伺いします。療育手帳の交付につきましては、国において統一的な基準が示されておらず、自治体ごとに認定基準にばらつきがあることから、国もこうしたことを課題として捉え、全国の自治体が広く活用できる手法の開発と検証を行っているところでございます。県といたしましては、他の手帳制度と同様に統一的な基準による交付が適切であると考えており、動向を注視するとともに、基準の統一化が早期に実現するよう引き続き他の都道府県とともに国に要望してまいります。はい、まずは3名の議員の一般質問をご覧いただきましたが、相田先生、どのようにご覧になりましたか？そうですね、私が一番着目しているのは広島ビジョンというものになりますね。いわゆる県の長期計画というものになってくるんですね。ただ現在はとても変化が激しい時代になってきますので、当初予測していたものとかなりズレが生じてくるということになってきます。そうすると当然見直しをしていかなきゃいけないということになってくるんですね。人口の減少であったり、少子化、あるいは産業の変化ということになってきます。この辺がですね、見直しのポイントということになってくるんですけれども、今後広島県がどのようなビジョンをですね、見直して策定していくのかということに注目していきたいというふうに思いますね。どうですか、気になる点ありましたか？はい、労働力不足対策ですね、はい、この先日本はどうしても外国人労働者の力が必要になってくると思います。その中で広島県はものづくり県なので、はい、絶対に必要になると思います。そこで、この広島で絶対に働きたいんだと、思ってもらえるようなですね、これからも資金面や暮らしやすさなど、そういったところの支援というのが絶対に必要になってくるんじゃないかなと、そういうふうに思います。療育手帳についてなんですけれども、今って発達障害で悩まれる方とかそのご家族が増えているってお聞きしたので、取り組みの拡大っていうのが必要なのかなと思いました。そうですね、悩んでる方が孤立することなく寄り添った支援を充実させていってほしいですね。そうしてほしいですよね、はい、以上一般質問1日目の模様をご覧いただきました。さて、ここでさらにためになる議会情報を若木さんに伝えてもらいます。はい、ここまで県議会の役割や定例会について概要を説明してきましたが、皆さん、県議会には常任委員会と特別委員会というのがあるのをご存知ですか？いや、ちょっと知らないですね。そうですね。ではまず委員会についてご説明します。まず議員全員が議場に集まる会議を本会議と言います。
先ほど見ていただいた質問などの様子がその本会議です。ここで予算などの議案が採決されますが、実は本会議で決める前にたくさんある広島県の事業を種類ごとに分けて少人数で細かい部分まで話し合う会議が委員会なんです。常に設置されているのが常任委員会で、専門分野別に審査調査します。また必要に応じて作られるのが特別委員会です。複数の常任委員会にまたがるテーマを審査調査します。ちなみに常任委員会は6つあり、県議会議員全員がどこかの委員会に所属しています。それでは常任委員会にはどんなものがあるのかご紹介します。まず県の活性化や地域の振興などについて話し合う総務委員会、県民の生活や健康、環境などを話し合う生活福祉保健委員会、農業や畜産業、林業、水産業の振興などについて話し合う農林水産委員会、道路や河川、公園の整備などについて話し合う建設委員会、学校の設置や教育の充実などについて話し合う文教委員会、最後に犯罪や交通事故の防止、産業の振興などについて話し合う警察商工労働委員会、これらが常任委員会なんです。そして特別委員会もご覧のように7つあります。どれも県の重要課題を話し合う委員会となっていて、調査、研究、政策の提言と議員の皆さんは議会の閉会中も活動を続けているんです。こう細かく分かれることで、より細かく、より綿密に深く話し合いが行われることになってくるんですよね。それによって私たちの暮らしに重要な役割を担ってくれるということになってくると思います。もう本当はあらゆることを話し合ってるんですね。ですよね、江口さん。いや、そうですね、どれも私たちの生活に関わることばかりだなと思いました。日々の生活に県議会が常に関わっているということがよくわかるという感じだと思いますよね。そうですね、日々の生活に常に関わっているからこそ、しっかりと私たちは議会の議論を見ていかないといけないですね。はい。さあ続いてはこちらのコーナーです。僕らが知りたい県議会。このコーナーは若い世代に県政に興味を持ってもらうために、若い世代の皆さんに県議会を全力取材してもらうコーナーです。江口さん、若い世代の企画です。いや、すごいですね。負けてられないなと思います。負けてられない。そうですね。どんな取材になったのか。では早速ご覧いただきましょう。6月のある日、広島県議会には大勢の学生の姿が。どうやら高校生のようです。私たちは総督高校新聞部です。総督高校新聞部は、1949年創部の伝統あるクラブ。校内の学校行事や運動部の競技大会取材をはじめ、平和問題や広島の話題なども記事にしています。最近では第44代アメリカ大統領オバマ氏の広島訪問や、去年開催された G7 広島サミットも積極的に取材。全国大会でも2021年から3年連続で最優秀賞を受賞するなど、輝かしい成績を収めています。今回なぜ広島県議会に来たんですか？はい、未来を作る私たち高校生が広島のために何ができるかと考え、今回ここに取材に来させていただきました。広島県が私たちのためにどのように動いているのかを今回しっかり学ばせていただいて、それを帰って新聞記事にして選考生徒に知らせたいと思います。ということで、新聞部の3年生10人が県議会を取材。今回は特別取材として議事堂の中を見学させていただきました。すごい。特別に入らせていただいたのは本会議が開かれる議場。その広さと厳粛な雰囲気に圧倒されます。そして実際に議会の雰囲気を味わってみようと、演壇に立ったり議員席に座ったりしてみました。演壇に立ってみていかがですか？ここに立つだけで本当に勇気いりますよね。すごいですよね。これだけの数の議員さんがこの広島県を動かすのに声をできるだけこの県議会に届けようっていう
数のその表れなのかなと思ってすごくびっくりしてます。そして新聞部の記事作りに協力しようと待っていたのは広島県議会中本隆議長。議長は対外的に県議会を代表するとともに本会議の主催者として会議が円滑に運営されるよう努め、議場の秩序を保つことなどの職務を行っています。早速中本議長に質問してみました。広島県が抱える今一番の問題点ってどこですか？まあ、これはやはりその少子高齢化によるその人口の減少、また広島県からよその県また地域に出ていく人をどのように止めるべきなのか、ここが一番の問題だというふうに思うんです。安全で安心な地域で誰もが住みたいと思う地域にしなければいけない。やはり人口が減ってきますと全ての生産性も全て落ちてきますので、今一番の課題であると私は思っています。どのようなことに気をつけて着目して私たちは議員さんを選べばいいのかということを教えてください。はい、その候補者がどれだけ熱意を持ってその問題を本当に現実のものにしようとしているのか見極めが必要ではないですかね。それとやはり日々ですね、どんなことが問題になっているかというのをその一日にあったニュースをどっかの項目で一回見ること、それを知らないと何も湧いてこないと。それで我々もですね、今ちょっと配りますけど、今広島県で起こっていることがどういうことなのか見て知ってもらうことではないでしょうか。その10代20代30代を中心に政治への関心が本当に日本の国は低いと思います。がゆえに、選挙になっても年々ですね、今投票率がずっと下がってきている。今ではもう 30% の半ばから、下手すると 30% の前半ぐらいまでその投票率が落ちる選挙が多くなってきている。何にも投票行ったって、意味がないよというような考えを持っている若い人がたくさんいるように私は今聞いています。それについて、今私から逆に提案ですけど、皆さんに投票率が上がるために何をすればいいか、皆さんのこのサークルの中で一度議論をしてみていただきたいなと、このように思います。はい、江口さんいかがでしたか？はい、広島県が直面している問題っていうのがよく分かりました。私たちの世代が未来の広島を作っていかなきゃいけないなっていうふうに思いました。はい、そうですね。そして VTR の中で中本議長から問題提起がありました。その問題について総督高校新聞部の皆さんが自分たちにできることは何かのディスカッションを行いました。その様子は後ほどお伝えします。さあ、では本会議の話題に戻り、2日間行われた一般質問をご紹介しましょう。続いては一般質問2日目の6月27日に行われた3名の議員の質問です。2日目の3つの質問内容です。赤文字が注目すべきキーワードとなっています。避難支援体制、不妊治療、世界バラ会議です。バラといえば福山市ですよね。はい、なんか来年世界バラ会議っていうのが福山市で開かれるっていうのを聞いたので、ぜひ成功してほしいなと思って気になってます。はい、では一般質問2日目の模様をご覧ください。元永議員はご覧の質問のほか、高齢者などの要配慮者に対する避難支援体制の整備について質問しました。本件では高齢者や障害者などの要配慮者に対して各市町で進められている個別避難計画の作成が思うように進んでいないのが気がかりです。また不測の事態をあらかじめ想定した避難場所の確保も重要です。特に高齢化が進む中山間地域においては避難支援体制の整備を強力に進めていく必要があると考えています。個別避難計画作成の実施体制や地域との共同、関係者との協力体制の強化など市長と連携しながらどのように要配慮者に対する避難支援体制の整備に取り組んでいくのか知事にお伺いいたします。中山間地域におきましては個別避難計画の作成にあたり要配慮者の避難を支援する人員や
受け入れ施設等が限られているといった課題があると伺っております。そのため今年度からは新たに市長と共同して住民の皆様に対し避難行動をテーマとした地域課題を抽出するワークショップなどを開催することとしており、これにより地域ぐるみで要配慮者を支える体制づくりを進めてまいりたいと考えております。恵比寿議員はご覧の質問のほか、不妊検査・不妊治療に対する支援について質問しました。広島県は助成制度に加えて相談体制の確保や2人の妊活全力応援サイトを作成していることは評価できますが、当事者や現場の声も聞きながら県の取り組みを改善していく必要がありますし、不妊に関する正しい知識を伝えていく必要もあると思います。不妊検査・不妊治療の助成制度の活用状況や課題についてどのように認識しており、また不妊に関する悩みをお持ちの方々のニーズの把握や助成制度の周知・普及・啓発に今後どのように取り組んでいこうとしているのか、知事のご所見をお伺いします。本件におきましては、昨年度の助成件数の合計は2790件であり、不妊治療に取り組む方の支援につながっていると認識しております。一方で助成制度の手続きが煩雑とのお声があり、手続きの簡素化などの対応を行っているところでございます。不妊の悩みにつきましては、アンケートなどを通じてニーズを把握し、必要な情報や支援を確実に届けることで県民の皆様の妊娠・出産の希望の実現を後押ししてまいります。井出原議員はご覧の質問のほか、世界バラ会議を起点とした県内全域への周遊促進について質問しました。来年4月に開催をされる大阪・関西万博や瀬戸内国際芸術祭の来場者をどのようにして本県へ集客につなげていこうとされているのか、また同時期に福山市で開催をされる世界バラ会議に訪れる方々をどのようにして県内全域への周遊につなげていくのか、合わせて県内全域へ周遊促進を図る上では県内周遊の状況を把握をし分析をしていく必要があるのではないかと考えますが、ご所見をお伺いをいたします。大阪・関西万博の開催に向けましては、関西から九州につながる新たな西のゴールデンルートの形成や海外向けプロモーションなどに取り組むこととしており、世界バラ会議の開催につきましては開催期間中のオプショナルツアーの造成や会場における観光案内などに福山市と連携して取り組んでまいります。県内周遊の状況把握につきましては、スマートフォンの位置情報を用いた人流把握サービスの活用などによりしっかりと分析を行い、より効果的な施策を実施していくことで本県へのさらなる誘客や県内全域への周遊促進につなげてまいります。どのようにご覧になりましたか？はい、私がですね、着目したのは災害時における個別避難計画というものになります。これはですね、災害時に自分一人で避難することができない、例えばですね、高齢者であったり要介護者、障害を持った方々がですね、避難行動計画を作るっていう時にですね、市長がサポートをしていくっていう、まあ、そういうものになっていくんですね。災害時にですね、住民のサポートしていくっていうのは行政の最も重要な仕事の一つってことになってくるんですけども、当然地域によって若干差が出てきちゃうんですね。まあ、それをですね、社会的弱者が取り残されないようにしていくためにですね、市長と連携してこれをワークショップなんかをやりながらですね、行動計画を地域全体で作っていくということをやってるということになってきますね。特に今年はですね、年初に能登半島地震がありました。でこれからこの地域でもですね、大規模災害っていうのが日本全国で予測されています。なのでこういうことをしっかり県として取り組んでいくということは重要になってきますね。そうですよね。命を守るために避難することが大事なんですけど、浅山さん、なかなかその避難って難しいんですよね。そうですね、まあ、本当にこれから高齢化社会迎えるにあたってですね、まあ、本当に支援が必要な人っていうのは増えてきますから、はい、まあ、やはり県民一人一人が自分ごととしてしっかり普段から考えて、まあ、避難方法の準備とかそういったものっていうのを話を
ておく、まあ、そういったことが必要になってくるかなと思いますね、うん、地域で話し合っていくそういうコミュニティを作るのも大事ですよね。重要ですよね。普段からそういう付き合いがあったり、あるいは周りにどんな方がいるかっていうことを知っておくっていうことがすごく重要になってきますよね。そうですね。江口さんは気になった点はありますか？はい、はい、やっぱり世界バラ会議ですかね、うん、はい、なんか広島県って海もあって山もあって美味しいものもたくさんあるので、まあ、このバラ会議に限らず関西であったり岡山であったりっていう周辺であるイベントとかにも着目して、まあ、そういったのをきっかけに広島にどんどん足を運ぶ方が増えたらいいなっていうのを思いました。やっぱり私たち学生もそういったのをきっかけにどんどん広島県の魅力とかを県外に PR していけたらいいなっていうのは思いました。特にそのデジタルツールを使ったような SNS とかですね、はい、こういったところなかなかこうシニアの方々あるいはそのまあ企業人だと思いつかないような使い方もされますので、そういったところにぜひ若い方の力を使っていただきたいですよね。期待しています。はい、頑張ります。お願いします。以上一般質問2日目の模様をお伝えしました。さあ続いては僕らが知りたい県議会の後編です。総督高校新聞部の皆さん、中本議長からの課題を受けて話し合いの場を設けたようです。ご覧ください。中本議長への取材を終えた新聞部の皆さん、中本議長からの課題である選挙の投票率の低さを受けて若い世代の自分たちにできることは何なのかをディスカッションしました。まず選挙権持ってる人、はい、じゃあその中で選挙行きたい人、自分もそんな18になって選挙権を得たっていう実感ないし、友達も選挙権得た人もいるけど、なんか普通にもう選挙行く行かんっていう話もならんし、全体的に意識とか関心が結構低いかもしれない。友達と選挙の話してたらさ、えみたいな言われることってちょっとない、なんか意識高い系、そう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 、俗に言う、そんなこと考えてんのみたいな、そういうのをなくしていかないと。確かに、ちょっと上がらないと思うな、うん、若者の率は。なんかもうちょっと社会の授業とかでも選挙のことを扱ったりすればいいんじゃないかなみたいなことを思ったりした。じゃあどうやったら自分が行こうかなって思えるような選挙になるのかなっていうのはどうですか、宮野くん。政治っていうものを身近に感じれてないっていうのがすごく大きいと思ってて、しっかり家庭でちゃんとその政治について語るっていう、そういう日常会話の一部みたいな感じでその選挙の話を盛り込めていけたら、まあ、結構身近に感じれて、よし選挙権持ったってなった時にちょっとでも足がその動きやすいんじゃないかなとは思うけどね。地元のイベント、うん、とかにちゃんと行く、確かにやっぱり地元のイベントには地元の議員さんが来るし、うん、そしたらあこの人知ってるなとか、うん、そういうのも思えるだろうし、うん、結構地元の議員さんだったら声かけたら挨拶してくれたりとか、うん、自分から声かけに行ってあこの人こういう人なんだなって思うのは結構いいかなって思う、うん。今公民の授業とかで授業始まる前に自分たちのクラスはなんか新聞を先生が貼ってくれて4社分ぐらいので、今何が起きてるのかっていうのを授業の最初にちょっと話したりするんよ。今ホットな話題を自分たちで話して課題を見つけて解決策まで自分たちで考えるっていう流れを授業で作ったりしたら、若者は何が足りないのかを意識しやすいかなって思う。今流行ってるそのニュースをその授業で取り扱って教育に手厚くすることで投票率も上がるっていうのが期待。私たちも自分たちから知りに行く努力っていうのが必要だと思ってて、それは昼休みなりに話したりすることでもいいし、自分から選挙公約を見に行ったりすることでもいいと思うんですけど、ニュースとか見て今何が起こっているのか知って、選挙以外の時にも政治に興味を持っておくっていうことが大切なんじゃないかなって思います。まあ確かに自分らの代はコロナ禍とかで自分たちが声を上げてもしょうがないんじゃないかっていう、どうせ大人たちにね否定されて無理だよみたいな感じで言われるんじゃないかなっていう、なんかもう投票しても無駄とか動いても無駄っていうふうに思ってるっていうような考えは私は結構持ってるから、その 30% だけのね意見で日本が回っちゃったら
ね、その残りの 70% はどう思ってるのか分かんないし、でも 70% は SNS とかでね、このダメだとか言うけど自分は投票に行かないっていう謎の矛盾が生まれちゃうから、やっぱり一回でも行って自分の意見を国に伝えるとか県に伝えるとかしないといけないなっていうふうに思いました。逆にそのコロナが、私たちはコロナを経験したから自分たちの意見を言わないといけないっていう状況は作れたと思うんだよね。それは若者の強みだと思うよね。確かに。その強みをもっとみんなが周知してそれを生かすっていう方向に持っていか、いったらいいんじゃないかなって思う。中学生とか高校生の時に学校で政治のことを知る機会っていうのがたくさんあって、生活の中で常にこう政治のことを考えれるような環境を作っていくっていうのが大事なのかなっていうのは思いました。まあ、家庭の中でもそういった話っていうのをしていくっていうことは本当に重要だと思いますし、まあ本当それがまた学校の中の日常に入っていくっていうことも僕は必要だと思いますね。そうですよね。今のですね、若い世代っていうのは社会貢献欲が高いっていうふうに言われてるんですね。で、一方でただそうした若者をですね、ちょっと意識高い系って区別するっていう風潮もあったりするんです。若干残念だなと思ってるんですけれども、もっとですね、公的な場所でこの社会の在り方、若者が発言できる場所っていうのができてくるといいなというふうに思いますよね。みんなが気兼ねなく自分の意見を言い合える風潮にしていきたいですよね。そうなんですよね。それには私たち親世代の行動も大切になるのかななんて思いました。そうですよね。親がですね、やっぱり子どもたちと一緒にその社会のあるべき姿を語るっていう、そういう日常が生まれてくるともっと身近になっていくんじゃないですかね。頑張らないといけないですね。以上、僕らが知りたい県議会でした。それでは今回可決された意見書をご紹介します。6月定例会では大規模地震に備えた対応の拡充を求める意見書や、特定商取引に関する法律の改正を求める意見書など5つの意見書が可決されました。ここで広島県議会からのお知らせです。広島県議会では定例会後に広報誌広島県議会だよりを発行しています。6月定例会の広報誌は7月28日日曜日の新聞折り込みなどでお届けします。また本会議や委員会の様子はインターネットでも見ることができます。今日ご紹介できなかった他の一般質問の模様や過去の映像、そして各委員会の資料なども見ることができますので、詳しくは広島県議会のホームページをご覧ください。広島県議会ダイジェスト、今日は6月定例会の様子をご覧いただきましたが、相田先生いかがでしたか。はい、県民のですね、仕事や暮らしにかかる多様な領域でのですね、議論がされていたというふうに思いますね。この議会をきっかけにですね、ぜひ地域や社会に関しての関心を高めてもらって、まあ、そういうきっかけにですね、してもらうといいんじゃないかなと思いますよね。はい、住みよい、広島になっていけるようにですね、僕自身ももっともっとこの広島を好きになっていけるように、これからも県政の方に関わっていきたいなと、そういうふうに思っております。はい、若い世代がもうちょっと頑張っていかないと明るい広島にならないんじゃないかなっていうふうに感じたので、私が今活動している学生団体 C ドットとか、周りの大学生にもこういった話を伝えていきたいと思いました。県政への関心興味の輪をどんどん広げていきましょう。私たちの生活に大きく関わる県議会です。今後も広島県議会について分かりやすく皆様にお届けしてまいります。今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。